田村哲夫は、日本の教育者。学校法人青葉学園理事長。学校法人渋谷教育学園理事長。同学園幕張中、高校校長。同学園渋谷中、高校校長。ランジュ法省受賞。2011年11月2日、国際連合教育科学文化機関事務局長補、グレッチェンカロンジ。 国際連合教育科学文化機関事務局長補、ピラール・アルバレス・ラソ、日本ユネスコ国内委員会委員、中西優子らと1936年2月26日、東京府生まれ。麻布高校を経て1958年に、東京大学法学部を卒業し、住友銀行に入校。1962年に同校を退き、 学校法人渋谷教育学園理事に、1970年からは同学園理事長。学園経営においては、2000年以降、渋谷教育学園幕張中学校、高等学校を首都圏屈指の進学校に押し上げ、また、従来からあった渋谷女子高等学校を廃止して、渋谷教育学園渋谷中学校、高等学校を新設、進む学校化に取り組んだ。 学園教育の場においては、年に6度ほど、校長校話という生徒と対話する時間を設けている。学校法人渋谷教育学園理事長、同学園幕張中、高校校長、同学園渋谷中、高校校長のほか、学校法人青葉学園理事長、母校の学校法人麻布学園理事、さらに、日本私立中学高等学校連合会会長、 日本ユネスコ国内委員会,会会長、中央教育審議会委員などを務める。中教師委員在任中、ゆとり教育を推進した。翻訳家でもあり、リチャード・ホフスタッター、アメリカの反規制主義などがある。2014年、朝日中受賞受賞。自分で調べ、自分で考えるという意味の渋谷教育学園の教育目標である。英訳すると、 アクティブラーニングという、同様の教育理念をモットーとする学校としては、武蔵中学校、高等学校がある。田村が校長を務める各学校の各教室の壁には、彼が書いた自長事項が書けられている。自長事項教育の一環として、道徳の時間に特別授業、校長講話を設け、直接生徒に対して自立と依存について語りかけている。 中学1年生から高校3年生まで順に、人間関係、自我の目覚め、新たな出発、自己の社会化、自由とは、自分探しの旅立ちというテーマを設けている。田村、哲夫、教えて。校長先生渋谷教育学園はなぜ教学トップになれたのか。中央公論審査。ISBN 七十八から四から十二から五百四十三から九 ありがとうございます。